4番キャッチャー佐藤くん。だから俺のプライドのためだけにマウンドに立つわけにはいかねえ。ストライク、ストライク。フォール、フォール。浅はかだな重野。そんなバレバレのぬるいフォークが佐藤にも続けて通用すると思ったのか。くっそ。ボール。な何？ボール。君言いなりなんだね。僕が彼のキャッチャーならそんな真似は決してさせないね。タイムお願いします。勝負しよう重野。逃げるなよ重野。うちが万が一勝てるとすればお前の魂入れた真っ向勝負のストレートしかないだろうが。結局抜け球を打たれるからやってんだろうが。まだお前のジャイロはまともに打たれてねえぞ。そうさ、奴らカットしてんじゃなくてカットしかできないのさ。らしくねえぜ。お前のピッチングしろよ。それで負けたって誰も文句言わないって。あんたのアドバイスで目が覚めたよ。ストライク、バッターアウト。それでいい、シゲ。やっと面白いゲームになってきたぜ。